皆さんこんにちは。今回の動画はインスタからのリクエストキック角田純の最強選手第3弾、来年数登場するキャラの中で誰が一番の3番バッターなのかリスナー投票で決定してもらいます。ちなみにこちらのチャンネルでは現在最強1番バッターは生存倉持、最強2番バッターは現在投票受付中となっています。最強2番バッターの投票期間は6月14日23時59分までとなっていますので、まだ投票していない方は下の概要欄に動画のリンクを貼っておきますので、時間がある方は投票してみてください。最強2番バッターの結果発表動画は投票期間が終了し、集計が終わり次第動画にしていきたいと思います。他にもこちらのチャンネルでは現在リスナーからもらった小田に沿って動画を作っています。何かこれを紹介してほしいリクエストがありましたら、下の概要欄にインスタの URL も貼っておきますので、お時間がある方はぜひ DM お待ちしております。ということで本題に戻ります。最強3番バッター総選挙の投票方法の方は Google ホームでの投票となっています。下の概要欄とコメント欄に URL を貼っておきますので、そこから投票ページに行ってもらって、リスナーが思う最強3番バッターにチェックを入れて投票。投票期間は動画投稿日から1週間後の23時59分までとなっています。皆さんの投票お待ちしております。この動画のコメント欄の方にはなぜその選手にしたのかの理由を言ってくださる方がいれば、コメントの方よろしくお願いします。まず最強3番バッターの投票では自身の方で条件を設定。1つ目、3番を公式戦で経験しなくても OK。 2つ目、 OB 選手あり。このように有利な条件を今回も設定しました。改めまして、リスナーと一緒に最高の動画を作っていきたいので、ご投票並びにコメントの方よろしくお願いします。ヌシの予想では普段聖堂では4番を打ち、東京選抜では3番を打っていたみゆきになるかなと思います。他にもハリチミマシラス、この3名も強豪になってくるではないかなと思います。